こんにちは、親父の家のジジイです。今日は東京三大どら焼きの一つ、上のうさぎ屋のどら焼きを食べてみます。では開けてみます。生地は柔らかく、一見普通のどら焼きのように見えます。ただ生地はしけっぽくなく、ふわふわしています。割ってみます。小豆がたっぷり入っています。ではいただきます。生地の皮はやはりふんわりしています。蜂蜜の香りが漂います。あんがとてもしっかりしていて、皮とあんの絶妙な調和になっています。おいしいです。さて、ここで先月2021年10月にアップした YouTube の再生数ベスト3、ワースト3を発表します。10月は18本の動画を上げました。前にお話ししたことがありますが、私の登録者数が約290ぐらいなので、その1割29回再生されれば合格です。100回再生されればヒット作です。ではベスト3第3位、プロ野球チップス2021年第3弾、横浜 DeNA ベイスターズの選手9種類コンプリート目指してジジイが挑戦する、5回目です。これが116再生、これが第3位です。第2位は同じくプロ野球チップス2021年第3弾の3回目、これが159再生です。では第1位はアンパンマンふわふわふわりーと雲の国を準レギュラーの孫と見に行く、これが303再生です。これが分アンパンマンのタイトルに惹かれてクリックした方も多いと思います。これは私と準レギュラーの孫との映画を見に行った時の様子でした。ではワースト3に行きます。ワースト3第3位は四国の鉄道高松駅周辺ジジイの一人旅、これが
24回再生です。それではワースト第2位は大ボケ遊覧船に乗る。前回は雨のため運航中止でしたが、今回も雨でした、というジジイの一人旅の動画です。これがなんと17再生。では2021年10月18本中最下位ワースト第1位は、高松城跡を見学して高松港の防波堤に行くと突然のめまい。これもジジイの一人旅のシリーズです。これは最終回で再生回数がなんと16回でした。ちなみに私の全部の動画の過去のベスト3は3位、ジジイの本棚紹介の1番1855回再生、2位はこれもジジイの本棚紹介7回目文庫本棚で5803回で、ちなみに1位はジジイの家庭菜園大好物ミョウガの収穫するまで、ミョウガを収穫するまで、これが7051回です。まあ1000回を超えたのはたった4本しかありませんので、このようなヒット作は今後出るかどうか分かりません。というわけで今日は上野うさぎ屋のどら焼きを食べてみました。こうなったら東京の三大どら焼きの東十条の黒松本舗宗月のどら焼きがぜひとも食べたいなと思います。どら焼きにはお茶がよく合います。ではバイバイ。